私からございません。はい、NHK 山田です。よろしくお願いします。拉致被害者の家族会がまとめた新たな活動方針についてお願いします。この新たな活動方針では、親の世代の家族が存命のうちに被害者の家族帰国が実現するのであれば、独立制裁を解除することに反対しないなどとされています。この受け止めと政府としての今後の対応を。はい、昨日家族会救う会合同会議が開催をされまして、今後の運動方針が決定をされたものと承知をしております。拉致問題の解決に向けたご家族や救う会の方々の強い思いの表れと厳粛な思いで受け止めております。政府としては我が国自身の措置を含む北朝鮮への対応につきましては、拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けて何が最も効果的かという観点から不断に検討してまいります。拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがせにできない人道問題であります。引き続きすべての拉致被害者の一日も早いご帰国の実現に向けまして、全力で果断に取り組んでまいります。はい、共同通信坂口です。笑い変わります。TSMC の、についてございます。24日、熊本県の吉陽町に、建設された国内初となる第1号の、工場が開所式、工場の開所式が開かれました。第2工場の建設も予定されており、政府も支援を表明されています。半導体産業の基盤となる工場の開設の意義についてどう考えるか。はい、24日熊本県におきまして、TSMC ジャスムの第一工場の開所式が開催をされたと承知をしております。また先日2月6日発表されました TSMC ジャスム第二工場における先端ロジック半導体の整備計画に対しまして、10年間の継続生産について、 5G 促進法に基づき政府として新たに支援を行うことを決定した旨の発表があったと承知をしております。第一工場の建設を起点に、九州における製造業の設備投資計画は昨年度の2倍以上となりまして、賃金もジャスム社では全国平均より5万円以上高い水準の初任給を実現していると聞いております。第2工場の整備計画は、第1工場よりも先端的な AI や自動運転に使われる6ナノまでのロジック半導体を生産するものでありまして、我が国における先端半導体の安定供給をさらに強化する取り組みであると、そういうふうに聞いております。こうした取り組みは九州経済全体に大きな波及効果を及ぼしておりまして、熊本地震からの復興にも資するものであると理解をしております。第二工場建設がこの好循環、これをさらに加速させることを期待をしております。はい、朝日新聞の笹川です。処理水をめぐる日中協議についてお尋ねします。東京電力福島第一原発の処理水問題をめぐり、日本と中国の担当者らが今年1月に公表で協議を開始していたことが分かったと朝日新聞などが報じています。事実関係と日本産水産物の全面禁輸の解除に向けて政府としてどう取り組むか対応の方針をお尋ねします。はい、アルプス処理水の海洋放出に関する中国側との意思疎通は、これまでもさまざまなレベルで行ってきており、日中の関係部門間において専門家レベルを含めすでに行っておりますが、詳細については相手国との関係等にも鑑みお答えすることは差し控えたいと思います。いずれにいたしましても、政府としては昨年の日中首脳会談および外相会談を踏まえて、引き続きアルプス処理水の海洋放出に関する我が国の取り組みやモニタリングの結果につきまして、中国に対しても丁寧かつ透明性を持って説明をしてまいります。また日本産食品に対する輸入規制の即時撤廃、これを強く求めてまいります。はい、産経新聞の流れです。アメリカ大統領選挙について伺います。今年秋のアメリカ大統領選挙に向けた野党共和党の候補者争いは、南部サウスカロライナ州の予備選挙でトランプ前大統領が勝利しました。
対抗馬のヘリー氏の地元で勝利したことで、党の指名獲得に向けて大きく前進した形ですが、改めて日本政府の受け止めをお願いします。はい、米国時間24日、米国大統領選挙の共和党及び選挙がサウスカロライナ州で実施されたと承知をしております。米国国内の選挙に関わる事項につきましてコメントすることは差し控えますが、我が国としても関心を持って注視をしております。その上で申し上げますと、日米両国間の連携はかつてないほど強固で深く、日米同盟の重要性については米国においても党派を超えて共通の認識が存在していると、そういうふうに認識をしております。